Shock! お、ベジータがいねえ。お、やれい！さっさと片付けちまえ！あれじゃねえか、サタン！おめえは本当に世界の救世主かもな！つもりだ。最後の願いは必要ないのか。そうだ、フォルンガさん、悟空って人の体力を元に戻してあげることってできる？可能だ。よかった、すぐにお願いします。プピリッとパロー。もうダメだ。悟空さん、三つ目の願いで悟空さんの気が元に戻ったでしょ。やっと終わった。やれやれ、手間取りやがって。チッ、嬉しそうな顔しやがって。ほんとムカつく野郎だ。諸君、格闘技世界チャンピオンのミスターサタンだ。諸君の協力もあって恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もう安心だ、恐怖から解放されたのだ。サタン
ベジータの怪我を先に治してやってくれ。あいつ相当くたびれてる。ワンコ。ん？あ、ブー！あ、何？まだ生きている。頼む、直してやってくれ。直せるんだろう、不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと？笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブーを直してやってくれ、デンデ。なんだと？貴様正気か？まあ、いいじゃねえか、ベジータ。この二人がいなきゃ俺らたちみんなやられてたぜ、だろ？ちっ、勝手にしろ。どうなっても知らんぞ。ありがとう、本当にありがとう。さあ、ブーを元気にしたら一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てやら。こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。ベジータ、フリーザ、セルにブー、これまでいろんなやつと戦ってきたけんど、この世にはまだまだ
すんげえやつがいるかもしんねえ。へへ、俺ワクワクしてきた。よーし、もっともっと強くなっぞ。やWhat?